フルンティングは古代イングランドのジョージ氏、ベオウルフに登場する剣。その名は古北王語のロッドに由来しており、これは突き刺すを意味している。巨人の剣はグレンデルの母親を倒した後、グレンデルの死骸からその首を切り落とした際に刀身が溶け落ちてしまったグレンデルの母親の討伐に際し、フロースガール王の家臣、ウンフェルスによってベオウルフに貸し与えられた名剣。 ベオウルフの語り部は、時代のついた宝物の中の一品、葉は、鋼鉄毒に浸して、焼きなまし船の血潮を出来た、鋼鉄、敵軍の戦線を目指し危険に満ちた遠征に入れ行く。勇気ある人がこの剣手に向かうなら戦に負けることは、ない。この剣遊部の舞を見せるのはこの旅が初めにあらずと、褒めそやすのであるが、いざベオウルフが、除海の住処へと乗り込み、 彼女と戦い始めると、まるで役に立たなかったことが語られる。ベオウルフはやむなくフルンティングを投げ捨てる。グレンデルの母親との特っみ合いの最中に、ベオウルフは巨人がこしらえた剣を発見する。剣は、4人では戦場に傾向することさえ、不可能な巨大さであったが、どうにかこの剣によって、グレンデルの母親を退治することに成功する。ベオウルフは、 フルンティングを持ち帰り、謝辞と共に、ウンフェルスに返却した、とする連の翻訳が有力視されているが、クレーバーやジョージ・ジャックは、この場面でウンフェルスがベイオ・ウルフに、フルンティングを与えたと翻訳している。この件にまつわる描写には、いささか不可解な点がある。時間を、フロースガル王を援助するためベイオ・ウルフが彼の、宮殿に馳せ散じた時点に巻き戻す。 縁の席で、ウンフェルスは、酔いと嫉妬から、かつてベオウルフが、ブロンギング族の領主ブルカと水泳で競ったことを、取り上げると、負けたのは、ベオウルフの側であると彼を愚弄し、そのような人物に、グレンデルの退治が可能なのかと大げさにいぶかしんで、見せる。これに対しベオウルフはかったのは、自分の側であると主張し、ベオウルフの武空を疑問視するほどの勝負の寄付を、 ウンフェルスが備えているのであれば、グレンデルのボーイに、フロースガル王が屈辱を味わうことはなかったはずだ、と75行に及ぶ反論を行う。この言い,い争いは、ひょっとすると、戦いの前に指揮を鼓舞するための口合戦かもしれないし、あるいは当時の物語の中では、ありふれた展開であり、特に深い意味はないのかもしれない。しかし、ともかく単純に受け取るなら、 ウンフェルスとベイオウルフの関係は険悪なものであった。ところが、グレンデルの討伐の後、いざベイオウルフがグレンデルの母親との戦いに臨もうとすると、どういうわけかウンフェルスは彼にフルンティングを貸し出すのだ。この、名権がグレンデルの母親に対し全く適図を与えることは、なかったのは先に触れた通りである。ジェール・ロジェは、ウンフェルスは、 フルンティングが除海に対し役に立たないことを知っていたのではないかとする。フルンティングの太陽はベオウルフに武勲を立てさせないための暴略であった可能性があるというわけであり、ウンフェルスの不可解な行動を説明するという意味では少なくともわかりやすくはある。JDA オグルビはいくつかの根拠を挙げ、ロ地に反論する。まず、フルンティングが本当に役に立たない件であったのなら、 女児氏の語り部が言葉を尽くしてこの剣を称えることはないはずである。次にベイオ・ウールフはフルンティングを投げ捨てた後に巨人の剣でグレンデルの母親を殺害しているが、これはかの血族が人の手によって作られた武器では傷つけることができないという超自然的な防御能力を持つことを案に意味している。さらにフルンティングが効果を発揮しなかった箇所ではこの剣の栄光をかげるは 今が初めてと説明されており、ウンフェルスがこれを予想していたとは考えにくい。タガヤは、実は、フルンティングは、ウンフェルスではなく、その種である、フロースガル王の剣であったのではないかという説を、唱える。もし仮に、ベオウルフがフルンティングを用い、守備よくグレンデルの母親を倒したのであれば、魔物大事の名権を貸し出した栄誉は王に返せられる。しかし、実際には、 フルンティングは役に立たなかった。これを王の責任とするわけにはいかない。そこでこの役立たずの剣は、クロースガル王の部下であるウンフェルスによって対応されたものであるとの体を取ったというわけである。フルンティングが役に立たなかった理由について、ロジェはフルンティングはもともと平凡な剣であったとし、オグルビはフルンティングは確かに名剣であったが、 グレンデルの血脈の超自然的な防御能力のゆえに、効果を発揮しなかったとしていることはすでに述べた。ベオウルフがフルンティングを用いて、グレンデルの母親に切りつけたことが問題であり、フルンティングの語源ロットが示す通り、突き刺していれば、除海を殺せたはずだ、とする学者もある。ベオウルフの背景に流れる、キリスト教的文脈からの説明も可能であろう。まず、 語り部である詩人もその聞き手も共にキリスト教徒である。しかし物語に登場する英雄たちは異教徒である。キリスト教徒が異教徒の英雄を称揚しなければならないというジレンマのため英雄たちが異教徒であることは格別強調しないという形で折り合いがつけられているが若干彼らに対する批判的な記述が残されている。ケント・グールドはこうした点から フルンティングが役に立たなかったのは、持ち主のウンフェルスが異教徒であったからではないかという説を述べている。弟殺しのカインの子孫であるという聖書的な起源を持つグレンデルの一族に対し、これに打ち勝つ武器を与えることができるのはただ神のみであるという意図は、当時のキリスト教徒である聞き手にとってはわかりきった話であったというのだった。ありがとうございます。